はい、今回はえー、まあ、僕の体験談ということでですね。仕事の悩みを職場で相談できないとまあ、こういったことについてまあ、思うことっていうことでお伝えしていきます。まあ、インターネットとかでですね。まあ、このようなことをまあ、悩んで。 まあまあ考えるっていうかあ人がいらっしゃるんですよで僕もね、えー、前の前の職場でこういうことありましたしまあ、リスナー様もまあ、こういったことをまあ、思われる方がいらっしゃるかなと思いますのでまあ、何かちょっとでもまあ、一つでも役に立てるまことがあればと思いまして、えー、お伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますまずあの仕事の悩みを職場で相談できないのはまあこれなぜなのかっていうことをあの考えていくんですねで a、えー、まあ 働いていてれば仕事の悩みっていううののはあああると思うんですよままあ、仕事の、えー、まあ業務内容であったり、あ例えばまあ人間関係の悩みだったり、まあいろいろあると思うんですが、まあ、そういったまあ仕事の悩みを、まあ、その職場で相談できない、えー、っていうことがあります。でまあ、そういった人がいるといか、そういったことがあるんですが、僕はあのこういったあの気持ちというのはよくわかるんですよ。あの前の前の職場でそうでしたし、でもちろんね、なぜこれ相談できないのかということを考えるられるんで考えていくんですが、いくつかそういったまあ理由があ理由 あると思うんですが大きくまあこうじゃないかなと思うことがお3つまあ、他にもあると思いますが、えー、考えていきますまず一番目がですねまぁ、あ、上司っていうまあことですね、うん、で2つ目が、えー、仕事場の人間関係とかっていうのがまあ厳しいとで3つ目が他人に相談することがまあ恥ずかしいとまぁ、あ、こういったことがまあ考えられるんじゃないかっていうことなんですでこの上司っていうことはちょっとまあいろいろお伝えしようと思うんで後に回しますが まあ職場の人間関係が悪いっていうのはね、えー、いつも忙しい職場で、まあ、相談とかしづらいし、えー、まあそういった雰囲気、空気感のところだと、えー、まあ相談しづらいじゃないですか、まあ、仕事の悩み、まあ、いろいろ人間関係、業務内容とかあっても相談しづらいと、あとこの他人に相談することが恥ずかしいって、これもわかるんですよ、えー、自分以外の人がですね、例えば何かそういった話、悩みを話しているときに、えー、まあ例えばそういうことを話して、こう笑われるみたいなね、えー、こうなんか見下されるみたいな、そういったことがあると逆に相談しづらくなるじゃないですか。 自分がが何かかを言っっったたもそ、まあ、そういうふううういいいいに思思われるるんんじゃなてことがあるとあで,で、すよでこの,あの上司の、えー、話を、まあ、僕はね、えー、実体験で感じたことがあるんで、まあ、そちらをちょっとここからお伝えしていこうと思うんですけれどもあの、まあ、上司にまあ相談できない、まあ、仕事の悩みっていうことなんですが、あのー、これっていうのはいろいろあると思うんですよ、まあ、その上司に対する恐怖心とかっていうのもある何かを言ったら怒られるとかね、まあ、でもそれもあるんですけれども、まあ、一番っていうかね皆さんもこういったご経験という まあご経験とかあっすこういった人間を見たことがあるかもしれないんですが、まあ、上司といえどまあその仕事の話をまあ注意とかそういうの飛び越えてね仕事の範囲を飛び越えてやたらいろいろいこと言ってくる、えー、まあ,あ人間がいるんですよ。うん まあ、上司っていうのはあくまで仕事場、会社の中での役割ですから、うん、役割を示しているだけなんでね、まあ、人間として小さいなと思う、まあ、人間として最低だなと思うということなんですが、まあ、僕、前の前言われたことありましてね、まあ、こんなこともわからないのか、今まで何してきたどういうつもりだとかね、一体何を考えて過ごしてきたんだとかっていうんですけど、意味がわからないじゃないですか、うん、あのこんなこともわからないこと別に教えればいいと思うんですけどね、うん、普通にで今まで何しててきたんだって別に。 今まで普通に過ごしてきましたよ。何を考えてるんだって。別にね。まあ言わないけど何も考えてませんっていう話なんですけど、うん？あのー？ 仕事の悩みとかね、えー、なんか分からないことあるのかどうとかって聞いて、で、あの、聞いて答えてみたらこういうことを言うって、訳分かんないじゃないですか、普通に、うんで。聞いて分かんないんですから、そのことを教えればいいだけの話だと思うんですよ。で、この、あの、仕事を通り越してね、人間性を否定してくるって、こういった人間がいるんですよ。僕、あの、まあ、自分でも言われたことありますし、見ていてこういうことを言ってる人間っていうのもいるんですよ。だから、おそらく、あの、なんていうのかな、うん、うまく言えないんですけど、 まあ、上司っていうあの会社内の立場、役職を利用してです、ね、まあ、下の人に好きかっていうとか、そういった、まあ、最低な人間が一定数いるということだと思います。で、皆さんもこれ、思ってらっしゃる方いると思います僕はこれ、思ってるんですが。 仕事ができるとできない、えー、っていことですね、人間として、まあ、いいとか悪いとか、全く別ですからね、仕事ができても人間として、えー、ダメな人間いますからで、別に仕事ができなくたって、えー、いい人っていうのは別にいるんですよ、全く関係がないんですよ、そ例えば、えー、関係のな,ない事柄をですね、あとが関係があるかのように話すっていう、まあ、そういった話だと思うんですが、まあ、こういったことがあるから、それはまあね、職場で仕事の悩みを相談できないなっていう、そういったことだと、まあ、僕は、えー、思っています。 で、えー、こういったことがある以上、ですね皆さんも僕もですが対、対策、策を講じた方がいいと思うんですよ。で、えー、こういう話をしてくる人間がいるんですよ、最低な人間がね。だからまずいるっていうことを認識して、でこの仕事の悩みを、えー、そ職場で言わないというのも、これも一つ手だと思うんですよ。でまあ、言ってこういうこと言われるかもしれないんで、ね、まあ、それを気をつけるってことあと万が一 言われたときには、えー、考え方っていうか解釈を、えー、変えるっていうことですで。こういうなんか仕事とかに失敗すると、えー、やたら言われたりしてそこからですねあ自分はダメなんだなってあの自己否定につな、えー、がっていくんですが別に自己否定などする必要がないんですよ、はっきり言ってね。他人がこんなことをどうこうやって上司と,いうと全く関係がないですから。うん 上司に言われたりね、言われると必要以上に気にしてしまうっていう、えー、ことがあるかもしれないんですが、気にする必要がないんですよ。で、えー、もっと言えば、何を言われてもね、こんなことを言われても、あのー、そういうの苦しくならない方法っていうのがありまして、自己否定しなければ済むんですよ。逆にこういう言葉を真に受けて、ああ、本当にダメだなとかって思うと、本当にあの負の循環に入りますから、で、皆さんも思ってるし、僕も思うんですが、失敗するっていうのは別に当たり前なんですね。仕事をしても、まあ、何をしても、まあ人間関係でも何でも。 もう誰にででである話なんでね、うんでえー、失敗するたびに自分がダメだと自己,自己否定しても全くことが前に進まないんですよ。いい方向に進まないんでね。うん、だから考え方を変えてですねまあ、失敗っていうのは一つの経験だと思って、まあ、こんなこともあったなと思って、えー、この前に進んでいくことっていうのが大事なんじゃないかと思います。まあ、こういったことに悩まれている方もねいらっしゃると思いますので、まあ、僕の話がちょっと分かりませんけど、まあ、そういった方の何かの一つのご参考になって いただけるものがあればと思いましてお伝えさせていただきましたということで今回のコンテンツここで終わりです皆様いつも聞いていただいて本当にありがとうございます失礼いたします